今日こじりいい日から静かやな。あれなんか声聞こえるな。あれなんか声聞こえる。幻聴幻聴。いますよ隣に。いますよ。今ねお仕事してます。かりんちゃんいるやん。待っているじゃんって言われてる。イカは当たった。どっち昼夜どっち来ますか。今日も世界一可愛かった。ありがとう。ゆうちゃん私にジュースを買って。逆私に買ってくれ。みんなは私に買ってくれ。挑発さすがでした。いやマジで嬉しい。かりんちゃんなんで公園いなかったの。お仕事ですよ。お仕事だよ。りんちゃんいるやん。うーかはいないの。姉子ジュース買いに行きますよってさ。お、何買ってくれる。でっかいでっかいファンタクレープで買ってくれる。私ファンタ大好きなの。19日公園行くよ。えやったー。犬ほんま多いよな最近。なんか少ない時少ないのにさ、多い時めっちゃ多くない？そうですか？うん、確かに。ダンシングハイはユーミンセンターじゃないとバレへんな。私の曲なんですからねそれは。それそうでしょう。かなわんよ。公園行くとゆうちゃんへの愛、ゆうちゃんへの愛おしさが増しました。どこで増すの。みゆにもおごってあげて。おごったわ。おごりましたよ。てか全員おごりましたよ私。あ、その時ね、ミカナだけがね、いなかった。ここ最近一面揃うの少ないね。悲しい、もう悲しい。19日グッドスプーンも行く。あ、いいね。グッドスプーン行きて。かわいい、ありがとう。今日も幸せすぎた。今日幸せすぎた、ほんまに。ウエスト何センチですか。38。細すぎるやん。ミカナとはビジネスですか。はいそうです。はいそうです。ミカナはツンデレやから。もう本当にだってミカナとさ目合ってさ振り踊るときあんねんけどな。ペアで確かにやってる。なんか笑ってくんねん私の顔見て。ひどくない。それはどういう笑いですかって聞いてあげて誰か。自分で聞けてな。なんかさ今日の公演でさ、なんか目標夢はみたいなあの MC であったんですけど、お題で私は8期のプロデュースしてみたいのと大きなコンサートでもプロデュースしたいって言ったの。それ8期に対してのね、そうそう、まとめられて、あー出たまとめやって思って見たんですよチラッと。そしたらなんか8期はユーミンに合わないみたいな。なんでなんでそれを断言するの。私9期の時見られてん。なんか絶対面白くない公演になりそうとかね。なんか道言われたの。いや待って、8期はユーミンに合わない、どういうこと。私はちゃんと考えてやるし、なんか書いてないの。もう一個なんかイラって書いて、いもうイラってなった。なんかまとめ仕事ほんま早いな、ほんまに早いわ。うーってなったけど、何を知ってんのって話やん。私は自分流を残してるかもしれへんけど、それは9期生の今までのレッスン風景とか、そのポテンシャルだったりやる気だったり、なんやろ、その中身まで知ってるからあの9期生の公演成り立ったわけだって。8期は8期でまた別の考えるし、まあほんまこれって言いたかった。これを言いたかった。もう分かってないこの人ら。分かってない。9期の公演見たら分かるやろ。もう分かってない、もう分かってなさすぎる。もうほんまあの私おこだよ。な、分かった、うん、怒らんとく。
ていう話でした。私の愚痴独り言やから流しといてカニアレルギーは面白かったなあ。そうやね、ミカのカニアレルギーやねん。あの結局ミカの顔悪いんですか。仲悪くないよ、仲いいよ、仲いいよ、メンバーは。でも私はマイティと喧嘩してるから仲は悪いですよまたここも切り取られるで、ほんまに。もう切り取られたらみんな言ってあげて、また石田が怒るぞってあ、なんかお城来た。あ、お城じゃないよ、間違えた。お城に見えるライバーみたいなギフトありがとうございます。私もカニアレルギー。じゃあもしカニ、なんていうの、カニ旅行行こうって言ったら行かれへんやん。あー、7球機を混ぜてほしい。すごい公園になりそうやな。それはごめんなさいできませんちょっとごめんなさい、できません。コンサートでして面白いけどね今日でまたユーミンのことがさらに好きになりました。キュンです。ポケットかーキュン配信してる。なんで、あ、全然全然全然。ほら、ゆーちゃんのプロデュースはいいんで、ほら。簡単に。私もカニ嫌い。ああ、もうみんな嫌い。ああ。8期生プロデュースぜひ。9期生が圧倒的に勝ちますが、いや、なんか勝ち負けではないねんな。それはさ、その子たちのさ良さがあるからさ、それをちょっとね比べ、まあ比べるの仕方がないと思う、みんな比べちゃうしだけど、そこをちょっといいところを見ていただきたいなと思う、見てほしいなと思います。私は個人喋ってやって。はいはい、何か質問はありますでしょうか。ゆーいも質問はありますでしょうか。でしょうか。八期のさくちゃん化けるととんでもないアイドルになりそうだからプロデュース見てみたい。いやいや、八期はね顔も可愛いし、何それなりの実力があるからね。でもそれをね引き出すのがわからないからこそ引き出してあげたいなって思いますよね。でもどうなんやろな、私がもう一回プロデュースするって言ったら運営の皆さんはどう言うんだろう。うん、ゆーちゃんも写真集出してほしいやつさ。もし私が写真集出すんだったら、うん、どんな写真集出してほしい。ゆみさんは、うん、でも海外の雰囲気がやっぱ似合うと思うから、うん、もう和とかいらなくて、逆になんか、あ、いいんや、うん、あー、なるほどね。あ、行きたい。和が似合う子は逆に NMB に多分今までに多すぎたから。確かに確かに、そうじゃない方がいい、分かる。海外、アメリカンな派手なやつがいい気がする。あー、いいの。普通にゆみさんが普段日本でも露出狂だから、なんか海外だったらもっとそれが活かせるだろうから、うん、そういう姿でその好きな、うん、あのハンバーガーとか頬張ってる。わー、行きたーいポテトでな、そうそう、ポテトに囲まれる。そう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 、あ、いいな、確かに。なんかそういう方がよ、なんかポサが出そう。あー、確かにゆみさんより意味があると思う。行きたい、海外行かなあかんな。それできる子が今いない気がするから。確かに、だって布なしでって言われてんね。なんで布なし、裸裸やだ。 あれで隠してた、ハンバーガーとハンバマックを遠近法みたいに乳首のところに。えぐいって、もうえぐいって、遠近法でめっちゃおもろいやんでもあるよな、なんかさ遠近法でさ、うん、スイカをさ、うん、なんか服にあするみたいな、ね、そう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 、それと同じ原理で。なんて言うのかねめっちゃおもろいけどな、それはそれで。ありじゃないですか、ピクルスでもいい。もうええって、ピクルスがいいおいおい
確かに隠れそうやけど。ピクルスね、ありですね、ピクルス。いや、NG 出るよ。いやいや、表紙ですよ。いや、やばやば、みんな買ってくれる？ピクルス気になって買ってくれるな。で、ハンバーガー食べてハンバーガー食べてピクルス隠しめっちゃおもろい、売れそう、めちゃくちゃ売れますよ、これは間違いなく。やばいな、これはやばいな。ああ、かりんちゃんがゆうちゃんの写真集でプロデュースしてほしい。でも怖い怖い、今の聞いたら怖いです。私やりますよ。もう怖いですよ。怖いですよ。スポーツとかもやってほしい。ああ、バスケとか好きやから。一回でもやってん、その雑誌は。海、海、水系、水、水の上で乗るやつ。ああ、サーフィン。あ、イエーって乗るやつとか。あれ、なんかね、引っ張られてる。ああ、あるね。アクティブな方がいい。確かに、うん、15分経った。誰か教えて。もう出へんのかこれ。出ます出ます。こじりいるよ。そんな時もあります。YNN が始まった。あ、本当だ。皆さん見てね。あと3分ぐらい。久しぶりに公園に入ってみて、ゆうちゃんのパフォーマンスすごかった。ありがとう。私がダンシングハイのセンターやってる時に来てください。かりんちゃんもゆうちゃんもお仕事お疲れ様やって。ありがとうございます。逆にゆうちゃんがかりんちゃんのプロデュース写真集をプロデュースするには。写真集ですか。写真集お疲れ様でした。お疲れ。今日もかりん、今日公演だったみたいな気分になってきた。 N にあったらそうやな、そうやな。でもし、お疲れ様です。しんどさ違うで。体力のしんどさ全然違うで。最近おすすめのあれは？ドラマ。カリン？あ、あれ見ました。言ってたやつ。あ、ガチ恋の？ガチ恋。あ、そう。ユーチューバーの。おもろいやろ？はい。見ます。見ます。見ました。一番。あと教教場みたいな、教場みたいな、教場？教場みたいな。なんていうのやろあれ。教えるに場所の場で。何それ？なんかあんねんよ。はい、あるんですよ。警察官の話なんですけど。うん、どういう？なんか教える警察としてのなんか教えをキムタックさんがする、うん、それがその人が教場やって。教場か、その人が多分官なんかそういう先生みたいなんで、うん、まだ見習いじゃないけど、うん、そういう警察官を試しながら捜査してるみたいな。へ、うん、面白い、うん、私もハマる。どうだろう、ちょっとでも結構考える系というかポップではないです。ああ、なるほどね、うん、考える系か。ゆうちゃんきっと好きだから見てやとさ。教場、うん、ああ、好きかな。この方、はい、レッスン終わって昼に終わったんですけど、うんうん、その後に映画見に行ったらしいんですよね、うん、映画の1時間見てその後の1時間寝たらしいです。そう、目覚めたらエンドロールこれ一番ショックなんですね、うん、映画見る中で、うん、ショックったらあれしない。だってめっちゃ気になるもんな。気になるもん。ポップコーンとか食べて食べるだけ食べたんですよ。食べるだけ食べてお腹いっぱいになって寝ちゃっててほんで空っぽのポップコーンを手に取って映画館から出る自分、うん、寂しい。だってみんなはさ感想喋ってるんですよ、周りの前後の人たちはさ、うん、こうでああだよねとか言ってるのにさ何も分かんない寝ちゃってたから。悲しい。で周り誰か言ってた。何言うんですか。周り誰か言ってた。あ、数人いました。ちょっと空いてたけど。あ、思ってたでしょうね、この子大丈夫かなって私やったら絶対思う。一番いいとこ寝てるけどみたいなメンバーがさ、隣に寝てたらさ、うん、起こすとか言って。起こさないです起こしますか。だって寝たいんですよその子は何しに来たん映画見に来た
やろ、や寝る場所ちゃうから。心地いいもんですよ。いやいや、頑張ってまた見なあかんやんか、うとうとみたいな感じになった。でも逆に最初の1時間はもう見ちゃってるから、うん、そこで寝ちゃうかもしれない、またいい感じになったらいいのにな。そうそうそう、かばってほしいな1時間もう本当に寝ちゃいました。あ、15分経ちました。ランキング読みます。あれ、13位 NAB48 宮本亜美。亜美と亜美とガチで亜美と。え、12位レイナさん、まあ、一応一通り読むね。11位ナナちゃん、10位ユーさん、9位あかりちゃん、8位真央ちゃん、7位ちなっちゃん、5位キーちゃん、5位 NAB 最高かりんちゃん、推しさんやって、ありがとうございます。4位うちなんちゅう、3位野原しんのすけさん、2位族長さん、1位くりちゃんでした。え、これガチ？あみたんのおかげで個人で出てきてくれた。かわいい。え、ガチ？超かわいい。え、ガチ？さっきあみたんと何台しててん。かわいい。見て、本当にかわいい。見て、かわいい、もうかわいい、かわいい何これってなってん私いや、返されへんで私。この見てもらえ、うんうんうん、かわいい、かわいい、もう愛おしい。あのな、今の私の待ち受けな、うん、あ、でもアミタの待ち受けな、うん、ロック、私、うんうん、そのホーム画面、うんからしい、うん、言ってたしょぼんカリンはカリンのロック画面はチャーリーブラウンなのにほぼアミタみたいなもんやのにかわいい、かわいいよな。どうやってランキングに乗るの？これはポイント？ね、あ、そう、ポイントかね。なんよくわからない。星投げ。よくわからないですよ。感謝してください。ランキングに入ってくれてるみんなに。いやいやいや、感謝してんで。してるけど、でもその仕組みが分かれてる。分からない分からない。なんでやってんねんとか。そういうのかな。うん。そう、ギフトとか。うん、また誰かに教えてもらってください。いや、そんなほんまに感謝してんで、ちゃんとありがとうまたね、みんな、かわいい、バイバイ。ていうか、アミやろ見てなかった、どうすんの。バイ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 、アミバイバイやろ、それ、うん、アミに向かってやろ、ファンの人じゃなくてファンの皆さん、バイバイアミタン、バイバイ本当にバイバイ。